はい、おはようございます。クワでございます。私はですね、今、バヌアツはポートビラの、ホテルに滞在しております。今回の旅でですね、今のところ6日目になるのかな。昨日はね、バヌアツの離島タンナ島から、ポートビラ、首都のポートビラに戻ってきたところでございます。朝の8時20分、本日はですね、ライダさんを雇って、民族に、そういう本当に、電気とかガスを使ってない民族に会えるところに行こうと思っております。ポートビラ、特にそんなにね、見どころがあるわけではないようなので、まあ、午前中はその民族に会いに行って、午後は、僕は会社を休んでね、旅に来ているので、ちょっとまあお土産じゃないですけど見ていきたいなと思っております。それではまずは朝ごはんから始めてみたいと思います。9時に集合なんですけど、今8時20分ということで、ちょっとあんまり時間はなさそうなんで、サクッとね、食べて、サクッと、準備して、サクッといきたいと思います。それでは早速ご飯から始めましょう。朝ごはんの会場に来ました。まあ普通ですね。まあフルーツもあって、朝から大音量で音楽かかってます。はい、というわけで朝ごはんでございます。なんかですね、わかんないけどなんかやっててうるさいんですけど、パンケーキというタイトルでたい焼きがねあったので撮ってみました。あ、じゃあ多分パンケーキだと思います。ではちょっとパンケーキからね、せっかくなんで行ってみたいと思います。いただきます。たい焼きの形はしてるんですけど、別に中にあんこが入ってたりはしないです。なんか、まあ、パンケーキをたい焼きの型で焼いたみたいな味です。まあ普通にパンケーキですね。はい、というわけでですね、朝ごはんから戻ってきました。なんかたい焼きみたいなパンケーキがあったりね、かなりあのユニークなというか、海を意識した朝食になってたんではないでしょうか。他のたい焼き以外のマフィンとかも結構美味しくて、でも全部粉物だからもう飽きちゃうんだよね。まあオレンジジュースも甘さをさらに甘くしたみたいな甘さでした。ここからですね、9時にそろそろなるので、準備だけささっとしてフロントの、ホテルのフロントの方にね、向かっていきたいと思います。そこから、エクサップ村、ま、あの伝統的なね、村に行きたいと思います。はい、ということでですね、ガイドの車にちょうど乗りました。もう一ファミリーがね、あのその村に行くみたいなんで、そこを拾ってからその村に向かうみたいです。ここから村までは、約20分弱ということなので、早速向かっていきたいと思います。はい、というわけでですね、エクサップのトラディショナルビレッジツアー終わりました。かなりね、あのいろんなことを説明してくれて、結構細かいところまで、なんかこう、これがこうで人口が減っちゃったんだよとか、結構ね、細かいところまでね、説明してくれたんで、結構僕にとっては興味深い話だったりとかしてたので、かなり良かったかなと思ってます。で、まあ、あのちょっとね、観光用にツアーとか組まれてるんですけど、まあ
本人たちは本当に電気とかガスとかないような暮らしを今もしていたりして、本当にそのままのね状態で観光もやってるみたいな、ツアーもやってるみたいな状態なので、まああの本当の民族というか、まああの観光用にこう整備された民族というような印象だけではなくね、まああの本当にその暮らしをしている人たちなんだっていうところも伝わってきたので、とても興味深く良かったです。で今はねそれを終えてホテルに戻ってきて、まあちょっとここからお昼ご飯検索して、美味しい海鮮とか、まあこんだけね海が綺麗なので美味しい海鮮とかそういうものをねちょっと探して、食べたいなと思っております。それではお昼ご飯へ。はい、というわけでですね、歩いて5分ぐらいなんですけど、街の中心部の方にやってきました。ちょっとねここからフードコート探したり、お土産があったらね寄ってみたりね、いろいろしたいと思います。ここがお金を交換してくれるところです。この辺にねフードコートがあると思ったんでちょっと探していきます。海辺はかなり気持ちいいですが、なんかマーケットみたいなのやってて、なんかフードコートが見つかんないんですよね。歩いてたらマーケットに着きました。ちょっと見てみようかな。ここは実質24時間らしく、まあ24時間って言っても寝泊まりしちゃう人がいるらしいので24時間になってるらしいです。実質24時間、まあ基本食べ物中心ですかね、野菜とか。こっちにはなんか食べれる席もあるみたいですが、はい、というわけでですねグランドカジノに来ました。お昼ご飯は食べてないです。お腹が減ってないってことにしました。っていうのもフードコートも見つからなくてね、まあいろいろお店あったんですけどあんま食べたいもんなかったんで、まあいいかなと思ってカジノに来ました。ここでねちょっとまあちょっとだけ勝負してみたいかなと思ってます。で中の様子はね多分取れないので、ちょっとここで勝ち負けぐらいだけを報告させてもらいます。では行ってきます。というわけでですねカジノ行ってきました。結果的には1万円ぐらい、勝って終わってます。まあちょっとね賭け金がもともと低くて200円ぐらいから賭け金がスタートするんで、かなりね長く遊べるんですけど、まあ儲け自体はね少ないという風な感じになってしまいます。このまま歩いていけるスーベニアショップ、お土産屋さんにこのまま行こうと思います。バナーツスーベニアっていうお店が品揃えが豊富でいろいろあるみたいなんで、そこちょっと見てみたいと思います。はい、というわけでですねちょっとお土産も買って、これからですね食べ物のお土産が売ってなかったんで食べ物のお土産をね買いにマーケットに行きたいと思います。この辺一帯がもうお土産ショップみたいになってるので、ちょっと来ても来るだけでも特に買わないでも面白いかもしれません。はい、というわけでですねまた一旦ホテルに戻ってまいりました。今日はいろいろと、最初は民族に会いに行ったりして、その後はちょっとお土産探しとカジノと行きました。カジノではねまあ先ほども言った通り、まあ最終的にはプラス1万円ぐらいで、賭け金も低いのでそのぐらいになりました。でまあお土産もねバナーツスーベニアスみたいなお土産屋さんが結構至るところにあるみたいで、そこでなんかもろもろ買ったりはしてるんですけど、なんかねでっかいパックのチョコとかなんかこうみんなに散布用のみたいな、そういうのがあんまりなくてね正直困っております。
で、まあ空港とかでもあるかなとは思うんですけど、ちょっと正直ね、お土産があと一歩だなというところなので、まあちょっと引き続き明日もね、全然時間はあるので、まあチェックアウトして、ちょっとね、お土産とか空港でも探せたらいいかななんて思っております。今日の夜はまたちょっとディナーを、このホテルで食べて、ゆっくりしながら、明日の準備と、チェックアウトの準備と、パッキングと、もろもろしていきたいと思います。ちょっとゆっくりしてディナーに向かいたいと思います。バヌアツ最後の夜、明日もまあ飛行機は6時ぐらいなんですけど、ちょっとバヌアツ最後の夜はロブスターとかなんかそういう海鮮が食べたいですね。せっかくなので行ってみましょうですね。本日最後のご飯はですね、シーフードにしてみました。フィッシャーマンズバスケット、なんか海鮮がいっぱい入ってるようなやつになるかなと。それと、フレンチフライ、ポテトがついてくるものになっているようです。ですね、ビールも頼みました。タスカレモン、このね、ビールにレモンジュースみたいなのが入ってて、かなり飲みやすいです。ぜひ飲んでみてください。いいですね。海を見ながら、こうおしゃれな電球とおしゃれな場所でご飯を食べる、まあリゾート感があって、とてもリラックスしてご飯を食べれます。フィッシャーマンズバスケットが来ました。かなりね、いろいろ海鮮が、イカリングとか、なんだ、エビの刺したやつとかが乗っかってて美味しそうです。タスカレモンが合いそうです。というわけで早速いただきたいと思います。いただきます。なんかタルタルソースみたいなのにつけて、エビの串刺しです。エビうまい、めちゃくちゃ美味しいです。あとはまあゆっくり食べたいと思います。というわけでですね、夜ご飯を食してきました。タスカレモンって、ビールにレモンが入ってるような、レモンジュースが入ってるようなね、飲み物ね、本当におすすめで、絶対バヌアツ来たら飲んでほしいなって思うぐらいです。でもう本当にね、飲みやすいんで、ビールっていう感じではなく、なんかまあレモンジュース的なお味になってるかなと。で、まあ、バナーツのね、メイドインバナーツって書いてあったんで、バナーツで作られているものだったりもするので、ぜひね、本当に、試してみる価値はあるかなと。まあ、レストランで飲んだりしてるんで、400円ぐらいしちゃうんですけど、まあ別に、まあそれもね、旅の思い出だと思えば、全然いいかなと思っております。で、もう今日はですね、今は外も真っ暗で、まあもう基本他にやることはないんでね、シャワー浴びて、明日の朝はもうチェックアウトしなきゃいけないので、もうパッキングとかして全部して寝たいと思います。では、また明日の動画でお会いしましょう。それでは。